はい、こんばんは。ですね、明日ですね、明日、ラスベガスでね、WBO のウェルター級のタイトルマッチが行われると。これは、クロフォード選手と、ケルブルック選手の、間で争われると。で、クロフォード選手は、パッキャオとね、試合が実現しなかったからやるんだって、俺が望んだ相手じゃないと。で、KO できるならするけど、まあ、12ラウンド戦う準備もできてるよって。で、ケル選手に対しては、その今まで俺みたいな強い選手とやったことないだろうと。だから言い訳ができるぞっていうふうに述べてると。で、一方ケル選手は、まあ、集中できてると。で、過去にはね、ゴロフキン選手やスペンス選手といってね、強豪ともやってるよと。で、ポーター選手からもね、タイトルも奪ってると。両者、自信をね、覗かせた強気なコメントでね、盛り上がっておりますね。まあ、個人的には、クロフォード選手かなとは思いますね。やっぱりね、クロフォード選手でしょう。っていうふうに思いましたね。で、明日ね、井上尚弥選手ともやりました、ジェイソン・モロニー選手の双子の弟の、アンドリュー・モロニー選手のね、試合も行われると。で、こちらの試合は、スーパーフライ級の再戦と。6月に、フランコ選手っていう選手とやって、タイトルを奪われたと。だから、再戦っていう形で、行われるんですけど、こちらも見ものですね。やっぱり、モロニー選手もうすごいいいボクサーでしたけど、アンドリュー選手もいいボクサーですね。有名どころで言うと、日本のあの光ジムの高橋選手に勝ってますね。見たら、WBO のオセアニアバンタム級タイトルマッチか、で勝ってますね、アンドリュー選手が。あとは、ルイス・コンセプションにも勝ってましたね。もう普通の実力者といったところで、もう相性的に見るとやっぱフランコ選手の方がいい気がしますね。まあ再戦っていう形なんで、同じ展開にはならないとは思いますけど、まあ、判定、でフランコ選手かなって見てますね。まあ、決してアンドリュー選手が悪い選手ってわけじゃないですよ。いい選手ですけど、フランコ選手かなと、思いましたね。まだまだね、こうラスベガスがね、暑いですね。って言ったところで、明日楽しみですね。